いやー、とりあえずイベント終わって一息つける感じかな。イベントに向けてみんな頑張ってきたもんね。次に向けての研究とかしてみる？どれどれ。みんなここ見て、スクールアイドルフェスティバルのメインステージの出場校枠がもらえるんだって。スクールアイドルフェスティバルのメインステージといえば、出場するのはトップクラスのスクールアイドルばかりですよ。すごいです。でもだとすると結構すごい人たちがエントリーしてくるんじゃないですか。りなちゃんボード、クラクラ。この間のステージだってあんなに緊張したのに。相当レベルが高いってことよね。さすがに今の私たちが出てどうこうなるってのは難しいんじゃない？実はあんまり。私も途中から自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃって。挑戦。うん、そうだね。やってみたら楽しいことって多いし。君がそう言うならな。挑戦してみましょうか。しましょう。なんたって私たちの部長の提案ですし。みんな覚悟はいい？りなちゃんボードのバージョンアップしなきゃ。かなたちゃん、さらに効率的なお昼寝を考案して練習時間に当てるぞ。あって言ってもやっぱり全国の強豪と競い合うんだから、何か特別な作戦を立てた方がいいよね。私もそう思うわ。でもどうしたら。一人一人の技術を磨くのは当然として、それ以上ってことよね。何？え？でも私たちそれぞれ個性を生かしてソロで頑張るって話じゃなかった？グループは不安です。カスミンも今のままがいいかなって。え？あのステージを見たんですか？嘘だ。最初だけちょっと声震えてたもん。しずか。グループか。もともと同好会にいたみんなはやっぱちょっと抵抗あるよね。でもかなたちゃん、今なら平気かなって思う。もう一度やってみようか。もう前とは違うし。でも私また暴走しちゃうかもしれないですし。諦めた方がいいわね、せつな。うちの部長は結構頑固よ。グループもいいかも。あなたがスクールアイドルの虜になっちゃった秘密がわかるかも。おい、
ですね。グループだとしてもカスミンセンター譲りませんよ。まだイベントまでは時間があるもんね。今から頑張れば間に合うよ。そうですね、新しい挑戦